皆さんこんにちは、ドラッカーコンサルタントの村瀬康介です。今日はですね、ドラッカー経営、ドラッカーの名言、組織に優劣があるのではない、学んでいるか学んでいないかの組織の違いであるといったことについてお話をさせていただこうと思います。ドラッカーは言うんですね、組織自身の優劣があるわけじゃないんですよと。その組織が学んでいるか学んでいないか、学んでいる組織なのか学んでいない組織なのかの違いなんですよってことを言います。そしてドラッカーはですね、教える組織、学ぶ組織を作りなさいって言うんです。これは何かと言いますと、組織の強さというのを考えてください。強さの強みのもとって皆さん何でしょう。ドラッカーはですね、組織の持ってるその業界、またマネジメントに関する知恵とかノウハウですよって言うんですね。知恵とかノウハウが強みなんです。ドラッカーは言います。今の社会人はですね、大学が卒業した後こそ自己啓発、いろんなことを学び続けるべきである。大学にいる時以上に学ばなければ、この競争社会では生き残っていけないということを言います。それはなぜかと言いますと、組織の強み、個人の強みもそうですけど、その強みの元となるのは知恵であったりノウハウだからです。例えば私、ドラッカーのコンサルタントですが、私の強みの元というのはドラッカーに関する知識、ノウハウです。ドラッカーを学べば学ぶほど私は強くなることができますね。でこれを継続しなければいけないとドラッカーは言うんです。でですね、この学ぶ組織、教える組織を作るんですが、これは何を学べばいいのか、教育とは何から始めればいいんでしょうということなんですよね。例えばいろんな研修があります。いろんな学び方があります。一番大切なのはですね、一つ今日お話をさせていただこうと思いますが、マーケティングに関する教育なんです。ドラッカーは経営の第一目標はマーケティング、つまりお客様を知る、お客様を知り抜くことだって言うんです。マーケティングとは顧客を理解することです。社員全員をですね、お客様中心のマーケターにすることが一番大切。これがマーケティング教育と言います。どんな教育より、コミュニケーションとかいろんな教育以前にですね、まず経営者が手をつけるべきなのはマーケターを作る、全員を顧客志向、外部志向の、社員さんにするという、このマーケティング教育なんです。このご参考になる事例が一つあります。中京出版から出てるですね、ジム・ステンゲルさんという P&G はもともとドラッカーコンサルティングをしていた会社ですが、書いたですね、 P&G の伝説の GMO が教えてくれたマーケティングに大切なことという、六角真理さんという方が訳した本があります。非常に参考になるのでぜひ読んでいただきたいんですが、これはですね、何が書いてあるかと言いますと、 P&G という世界的なメーカーがですね、一時、この日用品メーカーが一時、多くのブランドがトップシェアを失って没落していくんですね。そこで彼らが何を行ったかについて、このジム・ステンゲルさんが書いてます。まず彼らがやったこと、第一にマーケティングを徹底してやったんです。マーケティングとは顧客を主人公、顧客を第一にすることです。ジム・ステンゲルさんは消費者をまず第一に、主役にせよということを徹底的に、これ社員の中で、会社の中で徹底しました。そしてマーケティングをみんなに理解してもらう、顧客を理解する。ジム・ステンゲルさんはね、社員さんに投げかけるんです。どうしたら消費者の生活をより良いものにできるか、毎日毎日徹底的に考えなさいと。これがですね、 P&G がまた復興していく第一の鍵になったんです。これ何かと言います、ドラッカー的に言いますと、マーケティングという顧客を理解する、顧客を中心にするということが経営の本質であり、一番大切なんです。ですので経営者が一番手につけるところというのはマーケティング教育に尽きるわけなんです。マーケター育成ということなんです。ご理解いただけましたでしょうか。組織の優劣は学んでいるか学んでいないかだけなんです。そしてまず第一に学ぶことはマーケティングなんです。ジム・ステンゲルさんについてちょっと補足しましょう。マーケティングというのは、これコトラーさんという方が言ってるんです。1日で学ぶことができます。ただ実践するのは一生かかると言っています。そんなに難しいことはないんです。この講座の中でもいろいろマーケティングについてお話をしていきますが、私もマーケティングの講演なんかよくお話しさせていただきます。3時間ぐらいでお話しすることができます。決して難しいことはないんですが、それをいかに全社で徹底をしていくか、顧客中心、顧客の生活をより良くものにするような会社にしていくか、顧客を中心に考えた企業、顧客についての価値向上に努める企業が絶対没落することなどありえませんよね。そうしたら世の中世知辛すぎます。ぜひですね、経営者としてこちらを意識されて実践されていただければ幸いです。ご参考にしていただけましたでしょうか。本日はどうもご清聴ありがとうございました。